はい、酒好き直りの飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、外国のビールです。レーベンブロイ。レーベンブロイの、小瓶 334ml。麦芽 100% ビールならではの、まろやかなコク、スキーと、飲みやすい切れ味。600年以上の歴史を持つ本場ドイツの味をお楽しみください。600年以上の歴史あんの？しかもこれドイツかよ。これドイツなんだ。へえ。値段が200円ぐらいでした。ドイツっていう割には、アルコール度数 5% ですね。アサヒビール株式会社としか書いてないんですけど、原産国が一切書いてないんですから、本当にドイツなのか。それじゃあ、今日のつまみは、1個30、29円の、コロッケ。牛肉コロッケです。そっかそっか、レーベンブロイって、ドイツだったのか。乾杯。コクがない。なんか薄い。薄いです。レーベンブロイ薄いな。なんか明らかに薄い気がする。まあ俺だけだろうか。いただきまーす。牛肉コロッケこれ。あれ？牛肉入ってないんだけど。これ牛肉コロッケか。あ、ほんのわずかに入ってる。甘くて美味しい。レーベンブロイ。薄い。なんかバドワイザーに似た感じがするな、これな。これあれか？ピルスナーか。アサヒ。レーベンブロイ。ドイツの、ビール純粋霊になんとか、麦芽 100% 副原料は使ってません。あ、やっぱピルスナーか。ピルスナーにしてはちょっと、ぶっちゃけた話。全くもって、ピルスナーだからしょうがないのか。レーベンブロイ。
薄いっていうのはもうしょうがないですね。結局。ピルスナーはそういうもんなんだからしょうがない。と言ってしまえば。それはそうなんですよ。レーベンブロイは、ドイツのミュンヘンにある、レーベンブロイ社で生産しているビールの銘柄の一つであると。原材料は、麦芽とホップと水のみ、副原料を使用しない伝統的ミュンヘン式ビール。まずい。これはまずい。とも言わないけど、少なくともうまくはないな。うまくないだろ、これ。うまいか。本場ドイツの麦芽 100% 生ビールって、歌い文句はいいんだけどな。歌い文句はめっちゃいいよ。うん。めちゃくちゃ。歌い文句はいいのは確か。だがしかし、全くもって、味が、まあ、まあそもそも俺は、あれだからね、薄いビールはあんま好きじゃない。ですよ。結局。薄いビールは、ね。ので、これはまあ、比較的薄い。まあでも、まあ、なあ。まあ、こういうタイプですね、と言うしかない。もはや。うん。うん。まあ、バドワイザーよりはうまいと思うけどな。バドワイザーはガチでまずい。ガチでまずいというか、薄すぎて。酸味がひどい。バドワイザーはね、唯一いいところというか、バドガールがいい。バドガールが可愛いというだけですね。バドガールが可愛いというだけですね。やっぱアメリカってさ、アメリカなんでしょ、これ。うん。アメリカのビールっていうと、やっぱり、アメリカ人が好んでいるビールってことだな。いや、アメリカ人って基本的に脂っこいもの好きば、だから、うん。やっぱしょうがないよ。脂っこいものにはやっぱりさっぱりしたビールだね。え、でもなんか海外ビールランキングでバドワイザー1位かよ。マジで考えられない。2位がハイネケン。あー、この2つか。両方うまくない部類だな、俺の中だと。3位、ヒューガルデン、ホワイト。これ聞いたことないな。こんなんあったっけ？ああ、これか。
で、4位がコロナエキスト。まあ、コロナエキストラはまあ、うまい。これもうまいとも言えんか。これはライム絞って飲むのうまいな。5位が青島。かっこ中国。青島ビールって聞いたことあるな。てか、イオンに売っとったの。さすがにちょっと、ハートランドうまいんだよな。ハートランドはめっちゃうまいっすよ。それはわかる。ハイネケンとかね、バドワイザー好きって、ちょっとおかしくねって。さすがにちょっとそれは、なえるわ。バドワイザーとか。薄い。ロッテリアのエビタワーバーガー。なんかロッテリアってさ、なんかでっかいの多いよね。結局。ロッテリアか。今度、ロッテリアで食ったことほぼないんだけど。一回ぐらいしかないんだけどさ。セーブオンの1キロカレー。1キロカレー。すげえ。ああ。でかいね。ポテトチップスといえば、カルビーだったけど、今は小池屋の方がいい。それは知らん。どっちでもいいんじゃない？このニコニコのチャンネルのニュース、ニコニコニュースみたいな、今見てるんですけど。どっちでもいいんじゃね？俺個人的にどっちでもいい。ですね。まあ、俺は、それよりも、小池屋でも、まあ、どっちもいいけど、まあ、味ですね。基本的に薄塩味は買わないです。基本的には、海苔塩。海苔塩が一番好きかな。海苔塩と、あとなんだろう。海苔塩とコンソメパンチか、コンソメか、
もしくは、あれだな。ガーリック。ガーリック味あれ、氷、小池屋か。美味しいよね。うん。ということで、これは三つ星だな。三つ星です。それでは、ご視聴ありがとうございました。